2009大分、去年の J リーグ山崎なでしこカップを制しました大分トリニータ対コパスタミリカーナ王者インテルナショナルの一戦をお送りしてまいります。解説は山口元博さんです。山口さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ホームにアウェーインテルナショナルを迎えての今日の一戦、それでは続いてアウェーブラジルのインテルナショナルのスターティングラインナップご覧いただきましょう。ゴールキーパーがミシェウ・アウベスです。ディフェンスラインは右からボリバル、クレベル、インジオ、そしてゴンサロ・ソロンド、中盤にギニアス、サンドロ、ジュリアーノ、そしてアンドロジーニョという形になりそうです。ツートップに172センチのタイソン、そして183センチのアレサンドロというツートップで臨みます。監督はチテ監督、去年の6月からこのチームを率いています。続いてサブのメンバーご覧いただきましょう。ご覧のような形になりました。今回注目は背番号9ルイス・ボラーニョス、この選手が去年FIFA クラブワールドカップマンチェスターユナイテッド相手にゲームを行いました。エクアドルのチームでフォワードを担っていました。果たして今日、去年の南米のカップ戦の一つでもありますコパ・スダメリカーナを勝ちまして、この駿河銀行チャンピオンシップに臨んできました。今年がクラブ創設100周年、日本のファンにとってはあの2006年 FIFA クラブワールドカップでバルセロナを1対0で破ってクラブ世界一に輝いたチームとして印象的なこのチームかもしれません。その時はアレシャンドロ・パトがプレーしています。フリーキックはインテルナショナル。さあゴール前にやってくる、早くも右足のシュートは決まりました。いやしかしこれはオフサイドフラッグです。いきなり飛び込んでいったアレサンドロのシュート、しかしフラッグが上がっていたというのはありましたか。やはりその立ち上がりはそのフォワード一応フェルナンジーニョになってますけれども、本当に純粋に前線でこう待ち構えるフォワードではないので、そのあたり の, そのマークのこう仕方というのが非常に曖昧な部分がありました、ね、タイソン前を向く、柔らかいパスが出る、触ってなんとかここは藤田押し返す。しかしアンドレジーニョ、アンドレジーニョパスを狙う、アレサンドロの足元、右足決まりました。先制点はインテルナショナル。後半の立ち上がり、アレサンドロの右足が決まりました。1対0、先制点はブラジルインテルナショナルです。山口さん、1本のパスでチャンスメイクという形にはなりましたが、アレサンドロは非常にそのこの位置ですよね、はい、非常にいいポジショニング取れますから、そのあたりその注意しとかないとダメですよね、ピッチに入る時間を待ちます。狭いところギニアス、あしかしこのボール、インテルナショナルのボール、さあボラーニョス横に流して、そしてアンドレジーニョ右足、ミドルシュート決まりました。追加点はインテルナショナル、これで2対0。繋いできた、クロスボール飛び込む、ポストの左に外れる、ここでタイムアップのホイッスル。駿河銀行チャンピオンシップ2009大分トリニータ対インテルナショナル2対1、インテルナショナル。山口さん、何か最後の最後本当に起こりそうな、そんなゲーム展開ではありました。手にすることになりました、去年はガンバ大阪がアルゼンチンのチームに敗れ、そして今年は大分トリニータ山崎なでしこカップチャンピオンがコパスダメリカーナ2008優勝のインテルナショナルに敗れたということで、南米勢のここは連勝ということになりました。ここはギニアスがこの優勝カップを高々と掲げ、そしてチームメイトがそのカップを触りながらこのタイトル奪取優勝の喜びを分かち合っています。クラブ創設今年が100周年という記念すべき年にこの国際タイトルを手にしたことになります。現在行われていますので、来年この大会果たしてどのチームが南米からやってきて、そしてそれを日本がどう迎え撃つかという感じにもなります。これから優勝トロフィーを持って、そしてこのスタジアムの右側に赤いユニフォーム、このレプリカユニフォームを着たそのインテルナショナルのサポーターに向けて優勝報告ということになります。
非常に伝統もあり、そしてさまざまな選手をブラジルに、そして世界に輩出してきたインテルナショナル、このサポーターに向けて今優勝報告を行います。気の早い話ですが、2014年の、ワールドカップの会場にもこのインテルナショナルのホームベラヒオスタジアムはもう内定しているそうです。と思いましたけれども、これから先大分どういったところをさらに高めていかなくてはいけない、何かありますでしょうか。高めていくといいますかですね、もう今順位もね、下の方ですので、やはりその勝ち点3を取っていかないと上に上がれませんから、もうそういったところに考えると、やはりその自分たちからやはり仕掛けていくと、いったところでしょう ね、はい、ですね。ただあれだけその、苦しいリーグ戦ワースト14連敗というのもありましたけれども、そこ